平森次は平安時代末期の平家法の武将、平森都市の次男、父同様平家の老頭として有名を馳せた。平家物語では、腰中二郎兵森次の通称で呼ばれ、平家においてその豪遊を称えられる名称であった。源氏との数々の戦に参戦し、水島の戦いでは源の乗りを打ち取り、八島の戦いでは源の義経の老頭である。 伊勢義盛との視線の逸話を残している。樹永4年の段の裏の戦いで、森継は自害を心よく思わず慶の都に落ち延び、その後田島国で潜伏生活へ入った。森継は木の先軍家秘書を本拠とする草壁道広に身分を偽り、馬会として使えたと言われている。その後、森継は道広の娘婿となり、平穏な落ちうど生活を送っている。 しかし鎌倉方は、盛継の行方を厳しく追求しており、源の頼朝は、腰中次郎兵衛盛継、絡めても中止ても参らせたある者には干渉あるべしと、皆に披露したとされる記述が、平家物語にもある。天究五年、盛継は、源氏方に捕獲され、鎌倉に送られることとなった。盛継は、頼朝の面前に引き出された際に、今は運んきて、かように絡め飯工場は、 力及びそうラわず、ズ。特得をお見せと堂々と自説を述べ、ついにゆいが浜にて斬首された。京都府福知山市大江町北原には、森次村、平家の老頭らが落ち延びた伝説があり、森次の末裔として、現在でも福知山市や周辺市町村に、越中生が現存しているが一部の子孫は、解明している者も,もいる。ありがとうございます。